皆さんこんにちは。今日はセリアの商品を使った夏向けのインテリア DIY の紹介をしていきたいと思います。用意するものはこちらです。できました。どうでしょうか。ライトをつけるとこんな感じです。中に入れる貝殻は大きい人でと小さい人でというように大小の差をつけて入れると可愛くなるような気がします。本当はスイッチを蓋の裏につけたかったんですけども、大きさ的に入らなかったので外出しにしました。けどよく考えてみるとつける時には外の方が使いやすいかと思うので、これで良かったと思います。黄色いので温かみのある明かりになっています。ベッドルームで寝る前のライトとして買うのもいいかと思います。もし海に行くことがあれば貝殻や砂をこちらに使ってみるっていうのもありだと思います。本当に簡単にできて思ったよりも可愛くなるので、ぜひチャレンジしてみてください。以上でインテリア DIY のご紹介でした。視聴ありがとうございました。